劉翔は中国、上海出身の元陸上競技選手。2004年アテネオリンピック男子110メートルハードル金メダリストであり、アジア人で唯一のオリンピックの陸上トラック種目における金メダリストとなる。110メートルハードルの選手として初めて世界選手権優勝、オリンピック金、メダル、世界記録樹立のすべてを達成した。現役時代は 43回の優勝と11回の準優勝を経験している。その実績から中国ではアジアの上り流や黄金の上り流13億人の象徴と称された。2002年ローザンヌグランプリの110メートルハードルで13秒12のアジア新記録を樹立。2004年の IAF グランプリ大阪大会ではアレン・ジョンソンを破り13秒06の アジア新記録を樹立した。同年8月のアテネオリンピック110メートルハードル決勝では12秒91の世界大記録で優勝し、金メダルを獲得した。2005年5月、ローレウス世界スポーツ賞年間最優秀成長選手を受賞。2006年7月11日、ローザンヌ国際において12秒88の世界新記録を樹立した。10代から、 世界レベルの記録を出し、以後も順調に成長を続けた総熟持続型の典型的な選手である。2008年8月18日、自国開催となった北京オリンピックで110メートルハードルに出場。連覇が期待されたものの、右足のアキレス腱の怪我の影響から一時予選で棄権した。一回はスタートラインに立ちスタートしたものの、このスタートが フライングでやり直しになり、2回目のスタート前に危険した。1回目のスタート時点で右足を引きずっており、競技のできる状態ではなかった。この危険により、中国国民からのバッシングが相次ぐことになった。劉章が多くの企業とタイアップ契約を結び巨額の報酬を得ていたことも背景にある。2008年の劉章の収入はおよそ24億円強であった。 2012年8月7日、ロンドンオリンピックで110メートルハードル予選に出場したが1台目のハードルに左足をぶつけ、転倒し右足アキレス腱を断裂、途中棄権し、北京オリンピックの雪辱を果たすことはできなかった。2015年4月7日、足の怪我を理由に現役を引退することを表明した。劉章は、最初、竜吉と名付けられる予定だった。当時、 父の生を生とし、母の生を名とする付け方が流行っていたためである。しかし、この、竜吉という名は、北京語で流年を意味する、留めと、発音が同じだったので、親戚から拒否された。その後、竜将のおじは、丈夫な子に育つようにと願いを込め、竜強という名前を出してはみたものの、母親に反対された。当時、近所に、 京京というわがままな子供がいたためである。最終的に、おじは、劉章という名前を出した。章と、京は、北京語及び、上海語で発音が似ており、章という字は、縁起がよく、飛翔の意味もあるので、名前は、劉章に決まった。劉章、北京でも金で、年収24億円はいくらに朝日ドットコム2008年5月29日。 ありがとうございます。